が起きてるのこれ。あー拉致られた。だ、好きな殿方か。そう、あーやばい、エリザベット好きになっちゃった僕も。ちょっと行かないといけないかもしれない、魔界で。どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは参りましたイルマくん第3シリーズ第6話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたイルマくんですね。今回も楽しんでやっていこうと思います。はい、というわけで第3期に入りまして、収穫祭が続いているイルマくんなわけなんですけれども、まあそれぞれ修行の成果を見せまくっており、前回はねジャズくんとアロケルくんのこの大活躍、ずる賢く生きる、他の人からポイントを奪く暴力略にこう長けているんだぜみたいなところが明らかになり、今回はねなんかクラリンとイルマくんが急接近だったりだとか、まだまだ残っている子たちのこの修行の成果が見えていくんじゃないかってことで、いろいろと楽しみにしていきたいと思いますので、今回も楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さてさあ、イルマくん狙われてるけど大丈夫か？さあどうする気だろう。罠？イルマくんがそういうことをするかな？うん、多分ないと思う。多分ないと思う。イルマくんに限ってそれはなさそう。お人よしなイルマくんに限ってそんなことはできないと思う。お？なんだ？あら、楽しんでる。楽しん、かわいい。イルマくんのご飯食べてる姿、永遠に見れる。多分気づいてないね。もう。あははは！イルマくーん！さあ、でもなんやかんや、ジャズくんアロケルペアって、ジャズアロケルペアはあれなのか？なんやかんや、ギメルのペアなのか？さあ、行きましょう。ウォーウォーバリバリ、ライトアウト、ライトアウト。さあ、まあ各所でいろいろと衝突が起きたりしているわけだけど、今のところでもやっぱり、アズくんペアが一番優勝に近いのかな。ドキュメンタリー、Every night。 やっぱりこう、仕事とかも見ても、さあ、ここあれか、あのコイン盗むところか。いいね、でも、ケロリちゃんの覚醒はすごい好きだな。さあ、アガレスくんたちも。これ吹き飛んでんの？作者さん？あの猫。さあ、なんだっけ、ラフレシアの。できる。ウォー、行きましょう。さあ、魔性のピュア。さあ、クラリンの活躍が楽しみです。うん。さて、スタート時？さあ、勇姿を見せたいね。弟子として。
さて、エイコちゃんたち、イルマくんがいるとこでしょ、多分。当然のように。やばい、もう。あ、外れた？第4だよ。外れてしまった、エイコちゃん。まあ、イルマくんっぽい草取ってたし、いいでしょ。触っていいの？あんまり触んない方がいいよね。うん。そうね、のんびり屋だね。おお。うん。まあ、多分めちゃくちゃサバイバルしてきてると思う、イルマくんは。経験がないというか。イルマくんはまあでも人間界がサバイバルだったからな。確かに。さて、どうしたの？イルマくん？すべきことは、ご飯？おう。おう。枯れちゃうから？約4日。はいはい、クラリーいない？ああ、なるほどね、ペース配分ってことか。ああ、そうかそうかそうか、食べたのはポイントとして提出できないんだ。まあ適応力の高さならイルマくんに任せてください。すべきことは勘違い。おう、すごいな。なんかテンション上がってない？お？すごいな。そうですね。マグロ漁船だから。修羅場すぎる、修羅場すぎる、修羅場すぎる。そうね、この楽しい、そうね、幸せでしかない。やばいやばいやばい、帰ってきた。なるほど。すごいな、しっかりしてるな、サバイバルハイ。なるほど。なんやかんや相性がいいな。まあでもバラム先生的には間違いじゃないんじゃないですか。まあ完全にホームにしていくわけだね。さあ、
さあ楽しく、まあみんなピリピリしてる中、余裕余裕だよね。だけど全部鍋にしちゃった。あら本当に可愛いな。やばい、リードくんも可愛い。あ、癒しすぎるこの二人。この人は、この人たちは緩みすぎているのか、もうピシリしすぎててよくわかんないことになってるのかっていうところだね。みんな戦意喪失しているじゃん。そうね。確かに新しいかもしれない。あ、リードくんは気づいてるんだ。そうね。とりあえず。自然と理にかなってる行動をしてしまっている。そうね、しかもこの集中力コンビならね、4日まで多分。あら、そうなんだ、いいね。そうね。さて、女子デビコン、何それ。僕アニメ化してないとこやんないでください。何デビコンって。デビルズコンテスト？ああ、なるほど、5個か。デビ、あら、すごいな。あら、ドサちゃんたちとも、もう、話は通ってるというか、会合はしてるんだね、こうやって。すごい色濃い色物だな。サブちゃんがいるんだ。アズくんとか呼べなかったのかな。ああ、やっぱりジャズくんまともだよね。さて、なるほど。ああ、確かに。ああ、そうかな。やばいやばい、そう、そういうのって割とわからない。かかってる人間ってわかっちゃうぞ。うん。あら。あら。なんかギャップができていい感じになっちゃわない？あら、あら、かっこ、あ、サブちゃんもいけてるしな。あら、ミステリア、ギャップが生まれてしまっている。あら、さて、アドバイス、無害な感じ。あら、やばい、押せ押せ、押せ押せで来てる、押せ押せで来てる、僕はやられてしまうかもしれない、なんて。やばい、ちょろすぎる、さすがに。あら、あ、やばい、落とされてしまう。やばいぞ、これは。さあ、ジャズくんは特技がある、やばい。まあモテそうだもんな、モテそうだもんな、モテそうだもんな。やばい、余っちゃう、やばい、やばい。さあ、おう、どうしたじゃん。
あはははははは。9か、鼻ないでしょ。あはははは。土佐ちゃん。いい、あの4人組とも交流があるんだね、しっかり。遠くから見てるだけじゃなくて。あら、ねえ。みんな楽しそうではあったよね。リードくんが空回りしちゃったけど。さて、誰だ。さあ、もう夕方だ。あれ、これクラリンじゃない。あ、いる。何が起きてるのこれ。これ何が起きてるの。ちょっと待って、わかんない。あの、情報量がね、あの、シンプルな造形なのに情報量が多いの、彼女。なんてシンプルな造形な着ぐるみなのに情報量が詰まってるんだ。おかしいだろ。さあ、絵付けが一番いいんじゃないかな。死んだフリーとする、戦う。クララって書いてある。日本語でしっかり書いてあります。さて、エリザベッタ。あら、姉さん。合流しに来た？あら、捕まっちゃった。あはは、拉致られた。あら。あら、ガッネッ、落ちたわ。嬉しい。やばい、これはやばい。色仕掛け、やばい。ライム先生仕込みの、やばい。好感度マックスになっちゃう。やばいやばい。むしろ僕が食材になってしまいますわ。やばい、リードくん。頑張れ、鉄の心、鉄の心、リードくん、鉄の心だ。あ、お、なに、あ、お邪魔されちゃいましたわ。花びら散る。あはははは、取られてしまう。やばいな、でも。エリザベッタの家系能力もえげつないよね。そうね。まあそうか、好きじゃない殿方には使わないみたいな。あら。あら、じゃあさ、好きな殿方か。そう、あー、やられてしまいますわ。これ、魔性だな、この子。やばい、そうなるよね。いやー、これもでも。あー。あら、やばい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 、差し出しちゃった。いや、強すぎるな、この子。この子がアレフはおかしい。今すぐギメルにあげて、ダレスにあげよう。うわ、これ、うわ、もう。やばい、みんな、リードくんの心が二度折れる。デビコンから。リードくんの心は折れる。砕ける。ガラスのハート。悲しい。でもわざとだ。ああ。
なるほど。はいはいはい。ああ、はいはいはい。でも、そうではない。あら、あら。なるほど。好きな殿方にはってことは、でも、殿方には使わないとほぼ同義か。うん。さて、そこを伸ばす形になる。うん。純粋なだけじゃ難しいからってこと？うん。ああ。才能しかないってことだ。敵いないな。すごいな。これやばい。行かないと僕、僕、エリザベットさんに会わないといけない。これは運命だ。これは運命だから、行かないといけないです。これ運命だから行かないといけない。僕も。金髪だし、本当に行かないといけないで、いけないです。どうですか？これは多分僕も恋愛対象に、あ、やばい。ちょっと頭おかしくなりそうでした。すいません、ちょっと取り乱しました。ちょっと金髪で魔性はちょっともうおかしくなってしまいますわ。さあ、クラリン何してんのこれ。勝手にデビコン参加してごめんなさい。クラリンを差し置いて、ん？何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 ？え？何？え？捕まっちゃいました。すいません、鼻出たかもしれない。ちょっとびっくりしすぎてさ。かわいい。やばい。ちょっとエリザベッタさんまた変わったな、見方が。え、でもめちゃくちゃ、それは、才能の塊ってことだよね。っていうか、だって、やっぱり恋人のふりをするのが辛いじゃん、みたいなのが割と誘惑のポイントなわけでしょ？でも、本当に好きだから、生の感情で相手を誘惑することができるっていう、ちょ、最強すぎないか。噛み合いすぎてるな。やばい、エリザベット好きになっちゃった僕も。ちょっと行かないといけないかもしれない、魔界で。ちょっと待って。魔界に行かないといけない理由ができたわ。できてしまった。魔界に行かなきゃいけない理由が。あ、そうなんだ。僕って、あ、そうか。この話を見て分かった。あ、僕はエリザベットさんに会うために生まれてきて、あとは運命が、それを運ぶだけなんだ。待ってて、エリザベッタさん。今から行くから。なるほど、なるほど。なんか誰とも重要な距離感なんじゃなくて、誰とも、何？友達という距離感。聖域的な距離感なんじゃなくて、もう誰とも恋人なんだ。さあ、マックスキ。そう。確定で？もう一人くらい、エコちゃん？あら！あら。イルマくん来れば！あら。イルマくん来ると分かっていれば来たのに。さあ、悲しいだけ。
さあ、何か起きてる。すごいすごい、情報が多いって。あ、ハガリス君？何してるの？かわいい、かわいすぎるクラリン。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、完全に籠絡されてしまいましたわーっていうような感じで、やばいなー、エリザベッタの掘り下げついに来たな。姉さんの掘り下げいいね、めちゃくちゃいいな。姉さん可愛くていいよね。いいよ、金髪で素敵だと思いますっていうところで、僕も早く魔界に行かなきゃいけない。もうこのアニメを見るたびに魔界に行く理由が出来上がってしまうわけなんですけれども、いや、いいですね、いいですね。なるほどね。いや、でもそういうキャラ付けにしてきたか。そうか。ちょっとね、僕の中ではやっぱり真逆をついてきましたね。僕はやっぱり姉さんは、やっぱりみんなに優しくていい子じゃないですか。で、やっぱりもうパッと見でもすごいやっぱり魅力的じゃないですか。もうスタイルも良くて、やっぱりもう本当に美しくてっていうところで、やっぱりそれを見る限りでは、やっぱりエリザベッタさんって聖域的な存在になるんだろうなっていう。言ってしまうとさ、やっぱり誰も手が出せないような状態。言っちゃうとさ、あるじゃないですか。なんか攻略対象じゃないヒロインじゃないけど、なんか、こんなに魅力的なのにヒロイン候補じゃないのみたいなキャラクターって他の作品とかでも結構出てきたりするじゃないですか。こんなに素敵なのに、一人なんだ、みたいな。なんか、そういうようなキャラって多分、いろんな作品にも出てくると思うんだけど、そのキャラなのかなって思った。言っちゃうと本当に聖域枠。誰もやっぱりこう、誰ともくっつかないで、本当に聖人としてこう、なんか、キャラクター通して物語を通してこう、過ごしていくみたいなキャラクターだと思ったの。だから、誰しもと近い距離感にいるけど、誰しもともくっつく可能性がない、本当にそういうタイプのキャラかと思いきや、逆だったね。誰しもともくっつく可能性のある、本当にそういう逆のキャラ、誰しもが恋愛対象になりうるっていう、もう真逆をついてきて、ちょっと脳みそが開きましたね。なるほどね。いろんなこう恋愛だったり理想をこう貫いてきたというか、こうやっていろんなものを見てきたからこそ、どんな相手とでもなんかこう理想のロマンスを無双できるみたいな、そういう感じなんだろうね。もうかね、カムイ君とこう付き合うってなっても、あ、カムイ君とはこんなロマンスがありそうねみたいなので恋愛対象になるという。そうか、そうか、そうか。みんな大好きって、そのまま恋愛的な意味でも大好きっていうところ。いや、いいですね、いいですね。もうそれこそだって一切タフっていう風になっても、それは理想とできるっていうところ。いいですね、めちゃめちゃいいな、なんか。そういうキャラ付けにしてきたか、でも。恋に恋する乙女でそのまま行くのかなって思ったけど、いやー、なるほど、そういう、うまいですねー、うまいですねー。でもなんか、こうすることによって腐らないもんね、キャラクターとして。なんか浮かないもんね。うん、しっかり誰と組み合わせても生きるキャラクターになってるから、すごい絶妙なところではありますよね。ああ、うまいなー。このやっぱりキャラの配置がうまいっすね。すごいっすね。なんかこう、視聴者を驚かせようとしてくれるんじゃないか。なんかそういうなんか仕掛けとして用意してくれてるのがめちゃくちゃいいな。いいな。僕も会いに行きます。魔界に。うん。だからこそ、イルマくん、人間だと分かったとしても、やっぱり、ね、イルマくんとエリザベッタさんのこの、姉さんのこの恋愛もあり得るというところで。あー、素晴らしいなというふうに思っております。いや、いいですね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、超可愛いし、もうクラリンはクラリンでもう捕まえた。あー、捕まっちゃいましたわ。もうおかしくなっちゃう。なんか今回キモタ全開だったんですけれども、許してください。仕方ない、今回はだって籠絡会なんだもん、籠絡されちゃいますわっていうところではあるわけなんですけど、いいですね、デビコンとかもやってたんだね。そこも描写してよかったんじゃないのっていうところではあるんですけど、いいね、いいね、可愛いね。あの4人組でも接点あったんだね。なんか遠巻きにちょっと見てるだけのキャラクターなのかなって思ったけど、割とがっつり絡んだね。あー、いいね、いいね。イルマくんはイルマくんで、この無害なところが素晴らしい。みんなを受け入れるっていうところがモテるし、うん。ジャズくんはジャズくんで、まあモテるよね、あれはね。モテない要素がないもんな、ジャズくんに関しては。人の金盗むっていうところだけだもんね。うん。で、サブちゃんはサブちゃんで、癖はあるけどいい子だし、ねえ。まあこうやってやっぱりガタイもいいし、大きいし、強そうだしっていう、やっぱり好きな人にはぶっ刺さるよね。うん。それでいて子供らしいところもあったりとか、めちゃくちゃいいなっていうところもあるので、リードくん頑張らないと、リードくん連れてきた人が間違いなのかもしれないというところではある。うん。なかなか難しいところではあるんですけど、まあリードくんはリードくんでね、魅力はいっぱいあるわけなので、頑張っていただきたい。リードくんと姉さんのカップルも成立してもいいんじゃないかと思ったりもしている、なかなか複雑なところではありますけれども、うん、姉さんの掘り下げはとても良かったなっていうところで、
さあ次回も楽しんでやっていこうと思います。いいですね、素晴らしいなというふうに思っております。以上参りました、イルマくん第3シリーズ第6話でした。バイバイ。